トゥーロンの海戦、または、シシエミサキの海戦は1744年2月22日と23日の午後1時30分から午後5時にかけて、南フランストゥーロン沖の地中海で、スペイン語総戦団がイギリスの地中海艦隊を退けた戦い。フランス艦隊は、海戦の終わりの頃に戦闘に参加し、それによってイギリス艦隊は撤収した。2月22日に、 トマス・マシューズ指揮下のイギリス戦列艦30隻がフランス・スペイン連合艦隊27隻の後衛をナス・スペイン戦隊を攻撃した。前衛と主力を構成するフランス艦隊は戦闘から距離を置いていた。マシューズはオーストリア継承戦争で対立するどちらの側からでも他方に戦線布告した場合に備えてフランス艦隊を追っていた。12隻のスペイン艦は ドン・フアン・ホセ・ナバロの指揮下にあった。午後5時に両者は互いに離脱した。彼らは翌日も互いに遠くから砲火を交わしたが、イギリス艦隊は板手をかぶっており、さらにフランス艦がスペイン艦隊の支援に近づいてきたため、イギリス側は撤退を余儀なくされた。2月24日、マシューズはイタリアへと退いた。戦闘の直後、海戦の時に、 公衛戦隊を指揮していた、自席指揮官のリチャード・レストック中将が戦闘に参加しなかったことについて、軍法会議が開かれた。レストックは、マシューズの信号が戦列を形成しつつ公戦制を出会ったことを指摘し、戦列にまだ加わっていなかった公衛戦隊に公戦の義務はないと主張した。その上さらに、マシューズが自ら戦列を崩して、 敵艦隊を攻撃したことを軍規範であると主張した。その結果、レストックは無罪となり、マシューズと数人の士官がイギリス海軍から追放されることとなった。このことは規則の遵守と臨機応変な対応という問題について大きな影を投げかけることとなった。フランス、フランス、スペイン。ありがとうございます。